面でモルフをボッ,クスストレッチボックスストレッチコマンドを有効にしストレッチボックスが表示された後ストレッチを開始するためストレッチボックスのいずれかの面をクリックしますこの場合ボックスはクリックした面と反対側の面から一方向にのみストレッチされます新しいペットパレットには3つのオプションが表示されます 一つ目は通常のストレッチのオプションです。このオプションはボックスの反対側の面からストレッチされます。反対側の面は固定され、ボックスはそこからストレッチされます。二つ目は中心からストレッチのオプションです。この場合、プログラムはストレッチボックスの正確な中心を取り、 中心点とストレッチされる面の間の距離に基づいて中心からボックス全体がストレッチされます。ボックスは両方向に同じ距離だけストレッチされます。3つ目はスキューのオプションです。このオプションは平行四辺形あるいは平行六面体にストレッチボックスの形状を Y 曲することができます。ボックスのクリックした面の編集中の平面のみ利用することが可能で、 ストレッチされる面の位置を固定できます操作後、モルフ要素の形状はストレッチボックスの歪曲に基づいて再生成されます